どうも皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。それではやっていきましょう。実況パワフルプレキュー2010サクセス続きやっていきたいと思います。とりあえず監督の評価上げないことにはだよね。ういキャッチボール、ひたすらキャッチボール、もう練習して監督の評価上げてこう。お、今日は早起きしたし練習場までランニングで行くか。ん、おう、いたた、あら、あ、この子はごめん、大丈夫、うんうん大丈夫、あたたた、あ、手首ひねっちゃった、病院行く、うん大丈夫、ちょっと見せてみて、い痛い痛いんかい、病院行った方がいいよ、ちょうどすぐそこにあるから一緒に行こう。大丈夫かな、大丈夫だった、うん特に異常はなかったって、だいぶ痛くもなくなったし。ところでお兄さん大きいけど何かスポーツやってるの。うん、プロ野球選手だよ。ユニフォーム見てわかんねえかな、まあいいや。すごい、プロになってどれくらいなの。今年で4年目、といってもまだ2軍なんだけどね。ドラフトで入ったけど調子悪くて。ううん、すごいよ、日本全国の野球人口は500万人なのに、支配下登録選手で日本国内出身者のプロ野球選手はたったと800名程度なんだよ。日本野球の頂点、選び抜かれた精鋭たちだよ。へえ、詳しいんだね。パパが大好きなんだ。病院へ連れてきてくれて本当にありがとう。いやいや、俺が走ってたのが悪かったんだし、なんてお詫びしていいか。じゃあ一つだけお願い、今度僕と一緒に遊びに行こうよ。僕っ子なんだ。そんなことでいいなら。ありがとう、僕入江誠って言うんだ、よろしくね。はい、僕でも僕っ子女の子でいいんだよね多分。うか君急がないと練習に遅刻するでやんす。やばいね、監督に怒られるよ。矢部君が今日休みだって言うから、ごめんでやんす、てっきり休みだと思ったでやんすが、去年のカレンダーを見てたでやんす。おっちょこちょいだな矢部君は。今野良犬がいたでやんすね。いたね、かまうとついてくるでやんすから無視でやんすよ。よ、あったらカードもらえるよまあそれは置いといてか。うん、ついてきてるよ、どうするでやんすか。とりあえず止まろう。そうするでやんす、普通の野良犬みたいでやんすね。このままだと練習場までついてくるな。どうするでやんすか。ん、この犬首輪してるでやんすね。これはどうしたの。ガンダーロボ特製アイテム、ガンダーループでやんす。ガンダーロボがしてる首輪なの。いや、腕輪でやんす。え、腕輪を首輪にしてんのかこの犬、誰がそんなことを。ガンダーループをはめてるならオイラの言うことを聞くかもしれないでやんす。なんで。とにかく言い聞かせてみるでやんす。ガンダーオイラたちこれから練習でやんす、帰ってきたら遊んでやるでやんすから、そこら辺で待ってるでやんす。勝手に名前つけてるし、しかも言うこと聞いてるし。ガンダーループの威力でやんす。じゃあ急いで練習に行くでやんす。ガンダーも約束破られたらかわいそうでやんす。てか練習の方が大事だろ。とにかく走るでやんす、練習に間に合わないでやんす。ギャー急げ。ガンダーに出会った、これ後々ガンダーがいろいろなんかくれたりしたら嬉しいですよね。どうしようかな、とりあえず監督の評価、上げておこうかな。これをちょっと繰り返していくしかないですよね、ひたすら。監督がいなかったらコーチみたいな感じで、あ、いるね、肩。できればみんないるところでやりたいんだけど、それは文句言えねえか。お、シーズン開幕、どうだ。ほい、まず最初、お、代打、あー、よし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 、オッケーオッケー、少ないチャンスものにしましょう。とりあえず弾道にミートできるだけ上げて、で、まあ、もうできるだけ上げちゃおう、上げられるところまで。地理品だな。じゃあいきます。でも絶好調だからね、打てるっちゃ打てんじゃないの。そう信じていいっすかね、正直。ちょっと頑張りたいですね、頑張りましょう。いやーでも緊張すんな。さあやっていきましょう。開幕戦、中日ドラゴンズ対福岡ソフトバンクホークス。1点中日リードと、あの逆転されてんな。これ代打、ああ来たね、6回裏の攻撃。さあ来い、やってやるぞ。今の行くべきだったかな、ストレート。さあ2球目どうだ、面白いとこ、よし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 、いいとこ転がった、ツーベース。あ、嘘はず、そうか、走力ねえんだ俺。もう一回来た、はい、ツーアウトランナー一塁。とりあえず今日は1安打。そしてどうだ、あー、今宮さん2軍にいんの、怪我かな。うい、
あ、でも2010、いや、でもそれでもよ。まあ、でもよしよしゃ、勝った勝った、勝ってねえわ。勝ったけど、成績的にはとりあえず1安打達成してるから。でも、できれば2安打したかったな。敗北。まあ、しょうがない、これは。おい。2対1でホークスに負けてしまった。俺は1安打0打、0打で。まあでも、監督の評価上がったと。よし。お、パワフルスポーツ。ついにペナントレースが開幕しました。注目の開幕戦は ?1 軍はいいな、ニュースになって。ふふ、何もない。まあ、しょうがないよな。じゃあ、休んで。あ、お出かけであれか?あ、おい。うまい!よし。逆に考えればあれか、なんかちょっと、回復は、なんかこう、女の子に会ったりした方がいいのかな。逆に。おい、パウルスポーツの時間です。お、今年は3年連続で賞金女王に輝いた白井由紀さんに来ていただきました。由紀さんは16歳でプロ宣言、史上初の女子高生プロゴルファーとして日本中の注目を集めました。周りの期待やプレッシャーは相当なものだったんでは?はい。3歳の時から1日も練習を欠かしたことがないとか。ええ。21歳だと遊びたい年頃ですよね。1週間休みがあったら何がしたいですか?休みは特に必要ありません。そうですか。うわっと、おっと、ちょっとさせ、マイクが落ちてしまいました。おっとっとっと。ちょっと物が落ちてた感じだな。よいしょ。うわぁ、リアクション薄いなぁ。大変でやんす。セレブのパーティーでやんす。パーティーなセレブでやんす。一軍の先輩がオイラたちをセレブのパーティーに連れてってくれるでやらしいでやんす。時間がないでやんす。とにかく、うかくんも一緒に来るでやんすよ。問答無用。綺麗な、俺これ前回も突っ込んだと思うけど、セレブのパーティーってもうファミレスじゃんっていうね。綺麗なお姉さんがいっぱいいるでやんす。セレブなお姉さんとお近づきになるでやんす。ん?あそこにいるのはもしかして白井由紀ちゃん?ちょっと声をかけてみるか。由紀ちゃんの返事はそっけなかった。でも由紀ちゃんは決して無視したり迷惑そうな顔はしていなかった。由紀ちゃんはすごいよね。ずっとトップを走ってきてたんだもん。俺も地元ではチヤホヤされててさ。でもプロじゃ全然通用しなくて3年経っても未だ2軍。もう誰も期待していないだろうな。努力した?すべてを捨てて寝る時間も惜しんで努力したことある?それは、必死に練習しても一流になれるとは限らない。覚悟がない人間はスタートラインにも立てないわ。プロは結果がすべてよ。さよなら。待って、俺も一番になりたい。強くなりたいんだ。ユキちゃんのことをもっと教えてほしい。お、言うね。連絡して、練習時間以外なら話してもいいわ。うわぁ。やっぱりこう、なんかこう、頑張るぞっていう人には、これからなんか俺は頑張りたいんだってなんかアピールする人には悪い気もしないのかななんて。マサさんいる。ほい、回復。でも2010つったってもう8年前ですよ。まあこれがいつ出るかわかんないですけど、この動画が。細見、あ、さっきのあなたは矢部明夫でやんす。あ、ごめんなさい、あなたじゃなくて受かっています。そうだ、あなたたち2人取材受けてみない？ちょうど2軍の注目選手を探してたの。もちろんでやんす。ぜひお願いするでやんす。普通にんだ。では今の目標を教えてください。オイラはとにかくモテたいでやんす。有名になりたいでやんす。チヤホヤされたいでやんす。ウカさんは？よし、ここはバッチリと決めるぞ。俺が必ずチームを日本一にします。その時はミュウさん、俺にヒーローインタビューしてください。お、ええ、頑張ってね。その後も取材は続いた。それではこれで取材を終わりにします。ありがとうございました。ウカ君ちょっといい？あなたに興味あるわ。で、電話番号を教えるから連絡して。美人アナウンサーの電話番号入手ってね。矢部君、早く行かないと監督に怒られるよ。今日はお休みじゃなかったでやんすか？忘れたの？今日はファンとの交流会があるでしょ。そうだったでやんす。オイラの女性ファンを待たせるわけにはいかないでやんす。早く行くでやんすよ。切り替え早いな。で、おお、結構人来てる。結構人が集まってるね。グラウンドにファンを入れてあげるなんてナイスなサービスでやんす。あ、ファンの皆さんが来たみたい。ちゃんと対応するのでやんす。特に女性に。なるべく後編頼むよ、矢部くん。サインお願いします。はいはい、これにサインして。お安いご用だ。これにサインするのです。喜んで。ふむ、同意書のサインを確認しました。うわ、出た。同意書って何のことです？はじめまして、私の名前は大丈夫博士です。スポーツ医学の専門家なのです。あの、だから、あら、大丈夫博士じゃないの、久しぶりですね。
あ、加藤先生、この方とお知り合いなんですか。まあね、大丈夫博士といって医学界ではすごく、医学界では有名なお医者さんなのよ。その腕はもうすごいんだから。そうなんですか。すご腕の名医さんだったんですね。まあちゃんとした医療をすればね。で、博士が何かしたの。サイン会の途中にこれにサインしちゃったんです。手術同意書ね。博士は自分が治療する選手からは必ず了承のサインをもらってるのよ。じゃあ俺は博士の治療を受けられるんですか。そのためにやってきたので、ぜひ治療しに来てくださいでも治療は加藤先生が。私の仕事はあくまで練習や試合中の怪我の手当が主だから、個別に博士の診療を受けるには問題ないわ。コンディションコーチよりも専門的な治療が受けられるかもな。わかりました。その時はまたよろしくお願いします。お待ちしています。ふかくん、何やってるでやんすか。あ、ファンとの交流会の途中でした。俺行きますね。行ってらっしゃい。また会いましょう。で、博士、またあれをやり始めたの。それは秘密です。では私はこれで失礼します。厄介事が起きなきゃいいけど。厄介事ってなんだろう。改造手術失敗とか何かな。人体実験とかやめてくれよ。ということで次回へ行きたいと思います。お楽しみに。最後までご視聴ありがとうございました。気に入っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。動画のアイコンや概要欄のリンクからチャンネル登録できますので、登録、高評価、コメントお待ちしております。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。レイでした。またね。またな。